水と生きる、サントーリーの公式サイトがし君くんの写真で飾られ、これが同社にとって大きな転機となりました。深夜の渋谷が平穏な中、驚きと興奮が駆け巡りました。平野紫洋さんの新しいポスターが登場し、その瞬間からファンたちの心は躍動しています。公式サイトにも迅速に掲載され、これからの展開に期待が高まっています。新しいポスターには、新、 すがすがしい人という言葉が込められ、ファンたちは歓喜に包まれました。公式サイトへのアクセスが殺到し、真夜中から早朝にかけて、ファンたちは解禁を交わびていました。そして、その解禁が訪れた瞬間、新しいポスターは期待に応え、紫輝くんの魅力が全面に押し出されました。水と生きる、サントーリーの公式サイトが書、くんの写真で飾られ、これが同社にとって大きな転機となりました。 ブランドアンバサダーに平野紫耀さんが就任し、以前に比べて何倍もの製品が生まれることが期待されています。これはまさに夢のような数字であり、多くの有名なナイフスターですら達成できない、平野紫耀の魅力の現れです。紫輝くんの新ポスターが登場すると同時に、真夜中の渋谷で目撃されたファンたちだけでなく、公式サイトへアクセスした多くの人々が歓喜に沸きました。この歓喜には期待と興奮が交錯し、 ファンたちはこれがキャンペーンの幕開けではないかと妄想し、一夜を興奮冷めやらぬまま過ごしました。コミュニティ内ではファン同士のコミュニケーションが一層盛んになりました。解禁の瞬間に興奮し、ポスターのデザインや細部について熱く語り合うファンたち。それぞれが独自の視点でポスターを楽しんでいる様子がうかがえます。一方で、 公式サイトの解禁情報に気づかなかったり、解禁時間に合わせて待機していたファンも多く、その様子が SNS 上で共有されています。5時に解禁かと思いきや、8時に解禁されるとの期待もありましたが、予想外の展開に対するファンたちのリアクションが面白いものとなっています。特に、紫輝くんの新しいポスターが商品に関連していることから、ミスジンソーラを購入する際の注意や、 パッケージのリニューアルについての情報が共有されています。ファンたちは公式発表があるまで、商品の新デザインやセップ販売に期待を寄せつつ、ミスジンソーラを購入する計画を立てています。この新しいポスターが公開されることで、コミュニティ内での交流や期待感が一段と高まりました。ファン同士が共有する情報や感動が、紫輝くんへの愛とサポートにつながっています。解禁後のファンたちの熱狂的な反応が、 紫輝くんの存在が彼らにとっていかに特別なものであるかを物語っています。この新しいポスターが社会に与える影響や、ファンコミュニティがどのように変化していくのか、今後の展開がますます注目されています。ファンたちは紫輝くんの活動を温かく見守り、共に成長していくことでしょう。新ポスターの登場により、紫輝くんはファンたちの心を掴んで離さないまま、新たな一歩を踏み出しています。 彼の多様性や魅力が広がり、コミュニティ内での盛り上がりがますます拡大しています。これからもファンたちは、紫輝くんの活動を温かく見守り、共に成長していくことでしょう。